アクス地区は中華人民共和国新疆ウイグル自治区に位置する地区休業生単位。古来シルクロードの重鎮であるオアシス都市アクスを中心とする。人口ではウイグル族が74.6%、漢族が24.1%を占める。天山南陸タクラマカ間砂漠北園に位置し、東はバインゴリン・モンゴル自治州と接し、南は タクラマカン砂漠を隔てて、宝丹地区を望む。西南は、カシュガル地区、西北ワキルギス共和国及び、カザフスタン共和国と国境を接する。2研究、市、7県を管轄する。新京省アクス線区新京省、南津吉行政交渉アクス線区新京、ウイグル自治区南津吉行政交渉アクス線区新京、ウイグル自治区アクス地区区チ茶市の木汁線仏道や、 クチャコ城がなだかい。ウイグル族と漢族による民族対立からしばしば暴力や爆発事件が発生。2014年1月にはアーバード県とトクス県で警官、公安当局者が負傷する規模の衝突、爆発事件が発生した。新疆で連続爆発、5人死傷イコールウイグル族3人射殺も中国、時事実信。 オリジナルの2014年1月25日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.20140125033942/.http://headlines.yahoo.co.jp/.hl.a=2014124 から0000209 YCN 2014年1月25日閲覧。ありがとうございます。